今日は薬屋の独り言に登場するお料理、パオズを楽しみます。人さらいにあって、高級の下女として働くことになった主人公のマオマオ。実は彼女、医師である養父を持つ、クズ師、現在でいう薬剤師さんだったのです。そんなマオマオが、薬や病気に関する知識を使って、高級内で起こる事件を解決する物語、薬屋の独り言。マオマオのことを気に入った宦官、陣氏が、マオマオの元に持ってきたのが、このパオズ。日本語で言うところの肉まんでした。マオマオは、匂いを嗅いだだけで、それらに催淫剤が入っていることを見抜きます。今日はもちろん、催淫剤は入れませんが、具沢山の美味しそうなパオズを作っていきましょう。ひとまとまりになった生地をよくこねます。表面が滑らかになるまで、だいたい5分くらいこね続けましょう。生地が滑らかになったら、丸くまとめてボウルに戻します。ラップをふわっとかけて、オーブンの発酵機能30度で30分間発酵させます。その間に具材作り。タケノコを小さくブロック状にカットします。生のタケノコでもいいけれど、今は季節じゃないから、今日は市販の水煮を使用します。次は椎茸。切りやすいように柄と傘を分けましょう。柄を小さくカットします。傘の部分も小さなブロック状に。今日は丸々4個の椎茸を使います。ひき肉だけでも十分美味しいけれど、ゴロゴロお肉が入ってたら幸せだからいっぱい入れちゃおう。今日は贅沢肉まんです。お肉も小さなブロック状にカットします。種を作ります。ボウルにひき肉と豚バラブロック。タケノコと椎茸も加えてよく混ぜる。ちょっと器選びを失敗したので選手交代。大きいボウルに移し替えます。お肉と具材を軽く混ぜたら、鶏ガラスープの素、生姜チューブ、お醤油、そしてオイスターソース。実は私、貝アレルギーなので、ウスターソースを使います。まんべんなく混ざったら、具材の準備完了。ここでちょうど生地の一次発酵が完了しました。1.5 倍くらいの大きさになっていたら OK。生地を5等分に切り分けます。この時は手で引きちぎらずにスケッパーや包丁を使ってください。切り分けた生地を一つ一つ丸めます。生地を薄い円形に伸ばします。厚さ5ミリくらい。ここに具材を山盛り盛り盛り乗せていきます。両端をつまんで、ひだを作りながら具材を包みます。小さく切ったクッキングシートの上にパオズを乗せたら完成。ひっつかないように離して鉄板の上に置きます。ここで形成発酵。30度で20分間発酵させます。発酵完了。一回り大きくなったパオズを蒸し器に入れます。大きな肉まんだから大きな蒸し器が役に立ちます。綺麗に並べたら蒸し器にセット。蓋を閉じて15分間蒸し上げます。完成した肉まんがこちら。もこもこ湯気の蒸し風呂から救出。綺麗に蒸し上がりました。物語に登場したパオズを再現するように、おひつに4つ並べる。熱々を早速いただきます。顔くらい大きいパオズ。最近のコンビニの肉まんは小さくてちょっと悲しいから、今日はこんなに大きくてとっても嬉しい。肉汁がたっぷりですごく美味しいです。馴染みの武漢からもらったものじゃなくて、自分で皮から作ったパオズだから、催淫剤を入れられる心配もないし、毒も入っていないから、毒味薬も必要ありません。ところで、私の住む九州では、
肉まんに酢醤油がついてくるのですが、他の地域ではからしがついてくるというのは本当でしょうか？そんな疑問を頭に浮かべながら、2個目の肉まんには酢醤油をかけて食べようかなと考えるクヨなのでした。ご視聴ありがとうございました。本日の材料はご覧の通りです。また次の物語でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。